ヘッドライトが可愛くなった、新型タントに乗ってみます。シルバーだと、このお目目でも商用車感強いですね。なんかさ、ドアがむっちゃ重いというか、ちょっと開けたらすごく強く引っかかる。車重約900キロですからね。ドアの感触は、薄っぺらい金属パネル感は否めないです。新車価格150万円でこの内装、何も悪くないどころか、おしゃれさと使い勝手の良さが同居してますよね。右側にカップホルダーがあって、エアコン操作は物理。センターコンソールなしの、エアコン操作は物理だね。素晴らしいね。センターコンソール下部は、小物入れの一つもないようです。150万円だからな。プラスチック感は強いが、別に悪く言うところではないぞ。あとですね、軽ワゴン全般に言えそうですが、真後ろに立ってトランクを開けると、カタンが足にぶつかりますね。小さな優位点だな。かわいいオープニングサウンドまでついてきますね。エンジンはまあ、普通の 660cc ノンターボですよ。前後長 3395mm と、最小旋回半径 4.4 メートルで、狭いところも楽々だな。前高は 1755mm と、ギリギリ 175cm をクリアしています。某プロゲーマーにもおすすめ。片落ちベンツの A クラスがお似合いだろ。さてそんなわけで、映像からも見て取れる通りの、バカのっぽさは否めないですね。こんな室内スペース、いる？そういう思いはさておき、視界は広く、イメージの割には、走りはしっかりというか、まともな印象。ブレーキがギクシャク気味です。丁寧に操作していても、与えた動力に対する制動力の立ち上がりに、どうしてもムラがあります。この時にエアコンを内気循環に切り替えたのですが、メーター内にポップアップが出るんですね。気づかなかった。これはなんだ？読めないし覚えてないけど、エアコンをオンオフしてたっけ？ふむふむ。倒壊しそうなほどバカみたいにロールするイメージがありましたが、ちゃんと抑え込んではくれるんですね。さあ、赤点滅の信号機のある交差点です。信号無視じゃなく、一時停止ですよ。フロントオーバーハングっていうのか、ノーズ高が短いので、こういうところから出るときも、左右確認しやすい。ノンターボは52馬力、最大トルク 60Nm ですが、意外にも加速力に、大きな不満はなし。ただ、後でベタ踏みテストをするのですが、エンジンばっかはめいて、全然伸びませんでしたね。ターボモデルになると64馬力の、マックス 100Nm 出るようになるから、基本的に軽自動車は、ターボがおすすめだぜ。タントという車のすごいところは、特にこれといった不満が出ないことなんですよね。車格や本体価格ゆえの限界はあるし、動画にならないので、これからもぐちぐち言いますが、コスパの前には、大した意味はない。踏み込むと間違いなくトルク不足に陥るけど、深夜帯にゆったり走る分には、何も不満がないです。というかロッキーライズの時も同じこと思ったんだけど、なんか時速20キロ付近で、CVT なのに、軽い変速ショックある？諸言論には、CVT ではなく、ロックアップ機構付きの3要素1段2層形とかいう、意味不明なことが書いてある。ちょっと調べたら、こっちも DCVT 採用ですか？物理ギアとベルト駆動を組み合わせた、難解なハイブリッドトランスミッション。あとは、燃焼室の形状を変更したり、マルチスパークやスワール噴霧への変更によって、歴代最高レベルにエコになったらしい。何を言ってるのかわかりません。フレームや先進安全装備も充実したようで、要するに大進化ってことで OK？ 確かにですね、ボディ剛性は良好で、別に危ない感じはしないですね。ただやっぱり、車重が軽すぎるのと、その割に前高が高いのが災いしてるのか、常にバッタンバッタン動いちゃう印象。不満とか言うほどではないんだけど、段差を超えた時の衝撃で、上の箱が跳ねちゃうって感じがするなぁ。上下だけじゃなく、ロール方向っていうの？斜めにも揺さぶられてしまって、乗り心地がいいとか快適とは、あまり言えないかも。ただまあ、前後ともショックアブソーバーはちゃんと入っているので、そこの動きは意識すれば感じられるかな。大通りである程度のスピードを出しても、このホイールベースと前後で、不安定さが一切出ない。そこを踏まえれば、十分に許容範囲内だろうぜ。ハンドル左の十字だったかな。メーター内部には、タコメーターや時計までついてきます。誰だ今のお姉さん。お前を消す方法。やめれ。これ何だったかな。メーター内の明るさ設定だったっけ。走り出しはちょっとうなるけど、ゆったり進む分には、エンジンもあまりうるさくないね。もちろんアイドリングストップがついてきます。再始動時の振動やタイムラグも、特に不満はないです。視点が高いって運転しやすいですよね。
走行フィールに不安定感もないし、これは売れてしまうわけだ。さてと、一瞬だけ踏み込んでみましょうか。わざわざシフトミスのリスクを背負って、D の1個下に入れてみたのですが、エンジンばっかうなって、全然加速しないですね。この上下にしか動かないシフトノブ、スペース効率はいいんだろうが、入れ間違いのリスクが大きいからな。歓迎しないぜ。車庫入れのために大通りを斜めに塞ぐ状況下で、R に入れたはずがまだニュートラルで、下がるのが一瞬遅れる。危ないよね。左右方向にもギコギコ動く方式にするか、B はボタン、D は右下、R は右上のように、別方向の操作で、指定できるようにするべきだと思います。それにしても、深夜帯の大通りは、標準的なペースで流しているだけでも、そこそこなスピードに行くのですが、危なくないですね。仙台を数キロだけ運転したことがあるが、確実にボディ剛性も直進性も上がっているな。快適さは損なわれたかもしれんが、その分安全に走れる車になった。深夜の国道で、軽ハイトワゴンや軽バンが横転してるのを何回も見てるので、走りがしっかりする系の進化は、私大歓迎です。ほう、メーターの明るさ調整か。戻るボタンが存在しないから、操作性はよろしくないですが、どの道日常的に使う機能でもないよ。意味があるのかわからない。ウォッシャー液とワイパーのテスト稼働。面積が広いガラスだが、しっかりカバーされるな。そしてオリックスカーシェア、今のところ、ウォッシャー液が切れていたことがない。カレコなんか、残っていることの方が珍しいですからね。ビジネス的には、オリックスカーシェアはどれだけ使われてるのか知らんけど、実家の近くにもカーシェアあるらしいが、うちの母は、使われてるのを一回も見たことがないらしい。私も法人の経費で R35 買って、東京都内に月決め駐車場借りて、1時間3300円で貸し出すんだ。税金対策で草。さあクソどうでもいい話をしながら大通りを流していますが、もう少し快適性に振ってよかった気はする。そもそもここまで背を高くする意味よ。まあまあ、乗り心地は少し硬いというかガタガタ動きまくるし、ハンドルはワンテンポ遅れてから動き出すけどさ、普通に走れるし、この普通というのは、やろうと思うととても難しいものだ。さて、せっかく狭いだけの京都に来たので、タントのメリットを活かすために、わざと細いところに入りましょう。ネットでは G クラスなんか余裕、これででかいというのは運転が下手なだけだと、いきり散らしてベンツのイメージを下げてる人たちも、入ることさえできないような狭さ。馬車でも入れねえだろ。そもそもこんな家、どうやって建てたし。奥から手前に向かって、順番に建てていったんじゃないですかね。クレーンを解体する用のクレーンを用いて、ビル建設用クレーンを解体していくように。建設なのか解体なのかはっきりしろ。というわけで、ちょっと借りて乗っても便利、所有しても便利な、これでええやんと思ってしまう一台でした。乗ったことないうちはバカのっぽだの縦横比がおかしいだの軽だの、バカにしたくなるけど、これだけしっかり走れるんだもん。ちょっとロール量というか、前後ゆえ傾きは大きいか。ロードスターと同じく、軽さでごまかして走っていくことになるでしょう。一方通行路の右折は、右に寄せてから曲がっていくものですが、やれるもんならやってみろよ。前後調って、今の右折みたいな場面で、大きな差になっていくよな。言い忘れていましたが、ウインカーは電子式、倒すと元の位置に戻るタイプです。ここの段差がきついのよ。はう、これが150万円か。日本の物価ってほんと安いですね。これをこの価格で売って利益出るとか、他のメーカーぼったくりすぎやろ。高級腕時計のようなくだらなさを感じるな。というわけで、普通に止めようと思うと、かなり狭いことになる駐車マスですが、逆に聞きたいんだけど、この車体サイズで、どうやったら駐車が苦しくなるの？マスの幅が狭くても、どこぞのバカデカ SUV 組と違って、存在しているだけで、隣の車の出入りを妨害することもないな。ちょっと左に寄っちゃったけど、元の横幅が小さいから、隣の迷惑にはならないんですよね。一応真ん中になるようにして返しますが、適当に、斜めに頭から突っ込んで、そのまま降りていける。この利便性ったらないね。はい、ありがとうございました。